ヒロシさん、ありがとうございます。ヒロシさんはこの世に必要不可欠な存在です。ありがとう。俺はヒーラーとしてみんなに愛されていた。病気を治し、夢を叶え、周囲はすべて俺の持つ癒しの力のおかげと言った。俺自身もその力を信じていた。過信していた。私は本当は何の力も持っていなかったのだろうな。先生、心拍数が落ちています。これはもう無理だな。ヒロヒロ探偵団。はい、これで終了になります。この動画を毎日見るだけで1ヶ月ほどでうつ病が改善されるかと思います。ぜひ毎日ご覧になってくださいね。再生回数50万回か。まだまだ伸びそうだな。俺はヒロシ。最近 YouTuber デビューしたばかりだ。本職はヒーラー。神と繋がるし者だ。うさんくさいと感じる人も多いだろうが、この力は本物だ。主人が噛んで、もう末期だってどうすれば。うちの息子が就活に失敗して引きこもりに、どうにか息子を立ち直らせられませんか。僕の父が認知症と診断されたんです。治せませんか。問題ありません。必ず良くなりますよ。まずはご本人を連れてきてください。俺は癌やうつ病、認知症などを治してきた。とは言っても、医療技術や知識などはない。俺だからこそ実践できる方法を使っている。それは、今まさに癌が消えていくような気がする。そう、手の甲にキスをするのだ。手の甲にキスをするだけで、どんな病気も治ってしまう。医者が手を挙げた難病ですら治した経験がある。俺は神に愛されているのだ。現在もヒーラーとしての仕事を続けているが、このところ私の元に来る人は少なくなった。その理由は、本日の感染者は266人と初の200人超えとなり、これだ。新型コロナウイルス。まだその実態が完全に把握されておらず、世界中の人々を死に至らしめている疫病。このご時世に俺にできることはないだろうか。YouTuber? 俺自身もステイホーム生活になっているため、時間を持て余していた。そんな時に見つけたのが YouTuber という選択肢だった。ヒロシさん、うちの母の病気も治してください。直接言ったらうつ病の治りも早くなるのかな。毎日見るだけでうつ病が改善する動画などをアップした俺は、概要欄にも手にキスをするとどんな病気でも治せるヒーラーと書いていた。その効果もあり、世の自粛が解けてきた頃、俺の元には今まで以上に悩める人々が訪れるようになった。うつ病の男性、妊娠中の女性、ヘルニアを患った男性など様々だったが、ついに俺の元に新型コロナウイルスを患った女性がやってきた。コロナってバレたら仕事クビになるんです。だから大丈夫ですよ。私はあらゆる病を治してきたヒーラーです。信じて。ありがとうございます。はい、これで終わりです。必ず良くなりますよ。俺はいつも通り女性の手の甲にキスをして、その後軽い抱擁を行った。これが大変なことになるとも知らずに。今日も行列できてるわね。本当に大丈夫？毎日人を癒していると疲れるものなんだよ。大丈夫さ。新型コロナにかかった女性がここに来てから一週間が経過した頃、俺は体調に大きな異変を感じていた。大丈夫。無理しない方が。強い息苦しさ。そして倦怠感。激しい咳。咳止めを飲んでも咳が止まらず、38度台の熱が出ていた。もう手洗えませんね。ありがとうございます。消毒はしてくださいね。それでも俺は懸命に訪れる人々の手の甲にキスをして癒した。そしてついに。よろしくお願いします。こちら寄付金です。ありがとうございます。ではこちらへ。ヒロさん、ヒロさん、救急車を呼びます。皆さん離れて。俺は倒れ、救急車で運ばれた。そして俺の病は新型コロナウイルスに感染していますね。重症のため即入院ですよ。そんな。俺は意識がないまま入院生活を送ることになった。人工呼吸器を取り付けられ、4日が経過した頃、意識が戻ったようですね。ここは目を覚ました俺は、現状がよく飲み込めなかったが、医師に聞かされて状況を把握することができた。しかし俺はここで医師から思いもよらぬ事実を聞かされることになる。あなたがその治療とやらを行っている施設でね、クラスターが発生しているんですよ。え？大変なことになっていますよ。あなた、
このウイルスのリスクちゃんとわかってます？嘘だ。それからもう頭がパニックだった。話によると、治療を受けた人々を濃厚接触者として追跡、40人に検査を実施した結果、20人が新型コロナに感染していることが判明した。そしてこのうち7人は、妻を含む俺の家族だった。俺は、なんてこと。あまりにもショックで、俺は意識を失った。そして俺は夢を見た。俺のせいで、私を頼ってくれた人々が苦しい目に遭い、俺を責める夢。妻や家族が俺の元から消えていく夢。ごめん、ごめん。そして夢から覚めた俺は、ついに気づいたのだ。私は、本当は何の力も持っていなかったのだろうな。先生、心拍数が落ちています。これは、もう無理だな。東京都にある宗教施設でクラスターが発生し、20名が、やあね、こんな時に宗教施設ですって。あんた自粛しろっての。結局俺の治療は、新型コロナウイルスを治すどころか、拡散させただけだったのだ。病気を治すのは俺ではなかった。紛れもなく、本人らの力だったのだ。俺は、あまりにも愚かな、自称ヒーラーに過ぎなかったんだな。この動画がいいと思ったら、高評価とチャンネル登録をして待っていてくれ。では、次の動画でまた会おう。ヒロヒロ探偵団。はっはっは。